はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。明日9月17日、内閣府に提出する救う解散の署名を集める活動を夕方都内某所で行います。メール党員の皆様、お手伝い参加よろしくお願いいたします。水なしでビスケット食べるとですね、ほっぺたと歯の間に残りがちなんですけれども、ドッグフードのカリカリも同じで口にカスが残りがちであります。缶詰、みたいなウェットなものよりも残りがち、ビスケットを水なしで食うといっぱい残りますよねいっぱい残りますよね。特に小型犬、柴犬以上の中型から大型犬はですね、ここの空間の隙間がでっかいもんで、水飲むと綺麗に流れてってくれるんですけど、小型犬はですね、ここの空間が小さい、し、その相対的にですね、大型犬より大粒のものを食べているですね。まあ同じぐらいの、まあこういうような粒の大きさでもですね、大型犬にしてみたらなんつうの、砂食ってるような感じになるだろうけど、まあ、小型犬にしたら、まあ、大粒の飴玉、食ってるような感覚で、まあ、ガリガリかじってもですね、あんまし咀嚼はしないんですけど、犬の場合こんだけ小型犬は大きなカスが、詰まっちゃう、大型犬にとってはちっこい、粒のドッグフードでも、中でも、興奮が長いプードルやダックスの奥歯側、興奮が長い、マルチーズなんかはこう短い、シーズなんかはちょっと潰れてますよね。だからといってシーズが歯石つかないっていうわけではないんですけれども、特にプードルの奥歯側に残っちゃう。あとね、口がガーって開けてもですね、ここまでプードルなんかだとほっぺたあって奥歯全然露出しない、ですよ。なもんでね、奥歯が見えないぐらい歯石に覆われちゃって、歯石が歯茎を侵食していくもんですから、歯槽膿漏、ダックスやプードルのカリカリ食ってる子の奥歯の歯槽膿漏非常に多いであります。どの種類でも歯磨き進めますけど、特にカリカリ常食している小型犬で、プードルやダックス、興奮の長いは食後にですね、カスを除く意味での歯磨きやった方が何年か後に差が出ます。歯磨くんじゃなくて、歯をキュッキュと磨くんじゃなくて、口の中のカス、残んないようにする、いつまでも何時間もここにカス溜めてるとそれで歯石ついちゃう、意味でね。まあいきなりね、口の中に指突っ込んだりなんかすると抵抗されて最悪の場合噛みつかれますんで、ちっちゃいうちから始めるのがおすすめであります。まあちょっとたまに獣医の話しろって言われたもんですから、ビスケットを食ってるようなもんで、毎日毎日カロリーメイトとかあれも口残りますよね。高浜原発2号機が再稼働、これで関西電力が所有する7基すべてが発電開始だそうであります。世論です。電気代値下げして、関西に半導体工場復活させて、半導体作るのも電力すごい使うらしいですね。車ほどではないんだろうけど、関電と給電は頑張ってるのに他の電力会社の低たらくよ。阪神は優勝したし電気代は安いし関西良かったわ。原発ヒステリーのせいでやめてた期間は全くの無駄だったな。これ点検のためと称してですね、福井以外の何でもない原発はですね、点検のためと称して全部止められちゃって、民主党政権にね、で12年間も稼働しなかったって全くの無駄であった。まだ暑いですが、関西のパヨはこれに抗議してですね、電気一切使わないお前らは原発で作った電気など使えるかっつって、電気使わないよ関西のパヨは。まだ暑いけど、関電の子会社ですかね、関西電気保安協会の CM、関西電気保安協会
っていうですね、旧姓関西人っていうシリーズが好きで、まあ関東では関西でしか放送されてないみたいなんですけど、そもそも私テレビ持ってないですけども、 YouTube で見つけてですね、なんか東京からですね関西に転勤になった男の人が朝目覚めると関西人になっててしまって、思わずなんでやねんってやってしまうっていうですね、なんでこんなにアメちゃんくれんねんとかですね、あそこら辺が好きで見てました。そういえばですね、方言なんですけれども、方言喋る人と一緒にいると映るこれ言語学者の間ではですね、歴史が長い言語方言の方が強くて、歴史の浅い、方言喋ってる人に映る、つまり関西弁は標準語よりうんと歴史が古いんで、標準語を喋ってる東京の人、まあ東京っつったってね、徳川家康が江戸幕府開いてからまあ300〜400年ですか、あとですね、標準語、今使われてるなんとかです、そうでありますっていうデスマス調の標準語、明治維新で作られた言語ですからね、これね、武士廃止して平民で軍隊作んだなんつって、明治政府がね、全国から集めたところ、方言で意思疎通が守られなかったって、あるものはなんとかで壊す、総倍とか、なんとかだっぺ、言ってるし、まあ仙台の人はなんとかださーとか言うかな、神奈川の人なんとかじゃーん言ってたな、なんとかじゃーんって、それでですね、明治政府頭抱えまして、兵隊さんお互いに話通じねえんじゃ戦うとこじゃねえなって言ってですね、デスマスに統一しろと、ゴアスでもバイでも総体でも、ダッペでもダメだ、デスマスにしろって、言って、その時作られたのが標準語ですから、標準語を喋ってる方は関西弁に影響されて、移ってしまうというのもまあ、しゃあないことですね。してみると、もっと歴史が古そうな京都弁とか、たやすく移っちゃうんだろうかね。ダッペダッペ言ってんのは、まあ、茨城、栃木、いわき市あたりですけれども、そっちの方の歴史はどうなんだ、まあ、余計な話しましたけども、東電は一機も、再稼働できてないが、この温度差はなんだって話なんですけど、ちょっと思いついたのが、東電はパヨの監視が厳しいんじゃないか。株主総会に一回参加したことありました。パヨがですね、退去して押し寄せ、大盛況。2000人ぐらい来てました。東電の株主総会。そんなに来ないよね。テレビ朝日のも行ったことだけど、100人ぐらいしかいなかったよ。100人もいなかったかな。大盛況、東電。パヨが一株ずつ買って退去して。で、パヨが刺さるとですね、へりくつこねて長い時間かけて原発全廃しろって言うし、まともな人が刺されるとですね、原発稼働して株主配当を復活させるいい加減にっていう、市で大荒れ。そういうのを言う人がいると、パヨがブー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 。パヨの方が数多かったかな、私行った頃はな。東電はパヨの監視が他より厳しいから、一機も再稼働できないとも言えそうなんですけれども、ソーラーパネルの疑問がですね、知れてきて、今後はパヨ劣勢でしょうね。原発の方がいいよ。ソーラーパネルなんて廃棄に困るし、燃えたら消せねえし、高齢化で株主総会に出かけることもままならなくなってくるしね。東電の株主総会、荒らされなくなってくんじゃね。圧倒的少数になったら、だんだん黙っていくだろうしね。内閣改造で国民民主の元参議院議員、矢田雅子さん。雅子って読むのかな？他に何て読めっかな？雅子。言わないな。首相補佐官に採用されたことについて、シーカズを。国民民主は野党とは言えない。なんて言っちゃって、世論です。それがどうした？知らんがな。だから何？現役議員じゃない民間人なんだから、どうでもいいだろ。ね、元
国民民主の参議院議員ってだけで民間人だったんだからさ、公安監視対象じゃないと野党の資格ないよね。こいつらの中では何でもかんでも反対するのが野党だもんな。お前ら野党って感じだが、共産党が認めないと野党になれないのか。お前にそんなこと決める権利はない。雇って自慢したり誇りに思うことじゃないぞ。そんなこと言ってから支持率令和にも抜かれちゃったんだぞ。もう反日党って名前変えたら、そうだね、あの反日党って名前変えたら、あの共産党はさ、やることなすことは反日してんだから、玉木代表はですね、あの共産党にですね、お前ら野党じゃないってあの言われてもですね、はじゃない、それはどうした、だからどうした、お前らに認めてもらわなくてもええわい、むしろあの共産党と距離が取れてラッキーぐらい思ってるんでしょ。野党ってあの誇れるもんでも自慢するもんでも全然ないんだし、現役議員じゃない民間人気用で随分目くじら立てて余裕ないんだなーって、不寛容っていうかなーって思ったんですけど、リベラルってあの寛容って意味だと思ってたんですけども、リベラル名乗ってる連中は違うみたいですね、認識がね。それともあの寛容じゃねえから、むしろリベラル寛容って名乗ってる、自称してるのかもしれない。共産党にとってあの多様性って他者に強制するもので、自分があの認めるものじゃないですからね。それについてはですね、赤旗がですね、多様性の統一っていう謎の言葉、なんだろう多様性の統一って、統一されていたら多様じゃなくねみたいな、謎の言葉ですね、説明してます。その説明、読んでも常人にはあの理解できないものなんですけれども、まあ、共産党員には理解できるんだろうな。共産党が認める一つの価値観しか許容しないのはですね、代表選をあの提言したベテラン党員をですね、問答無用で除名したじゃないですか。これからも明白、党への攻撃だかなんか言っちゃってさ、政府与党に少しでも協力する党は野党ではない、イコール我々こそ本流野党って言いたいんですかね。暴力革命で政府を倒す、悪い政府だから倒す、悪い政府のやることなすこと全部悪い、だから全部反対するって理屈ですかね。政府与党がやると全部悪行なら NHK 予算も賛成すんだよな。なんで反省すんだよ NHK 予算、ここばかりはなんで反対しねえのか、毎回毎回あの予算案に、反対票を投じるくせに、あとはあの学術会議の予算と人選にもですね、文句言わないね。パヨ大好き日比谷公園で全国の教員らによる日の丸君が代反対集会開催、参加者は主催者発表で約120人、じゃあ12人かんって思いますけれども、もうちょっといましたね写真では。集会後銀座方面にですねデモ行進したみたいであります。その時の写真がこちら。絶対前傾写さねえんだよね、あのパヨのあのデモってね、本当の人数バレちゃうからね、前しか写さねえ。世論です、時代錯誤、おじいちゃんもうやめて、週刊金曜日ってまだあったんか、こいつらに許してもらう必要ないしね、最後の灯火みたいなもんだろう、嫌なら公務員辞めるべき、教員を辞めるか私立に行けば解決では、ほんと現役の教員なの、とっくに退職してない、定年退職された方々ばかりのように見えますが、ウォーキングで退避で、嫌なら辞めろって意見が多かったんですけど、なんかあの現役教員いないみたいなんでね、だからもう辞めようがないっつうかね。建前はですね、あの全国から集まった有志教員ですけれども、まあこんな絵ですよ。どう見てもとっくに定年退職してない。70代じゃないあんたら。それにあの教員ですらなかったりしてね。教員っていうあの建前ですけど、教員ですらなかったりしてね。あのただの共産党員で。日本人ですらない可能性もありますよ。こいつら。日の丸が嫌って吸血鬼がっつうの。吸血鬼がっつうのお前ら。日頃ですね、そこら辺にあの掲げられてる日の丸目にするたびにですね、胸かきむしって苦しむといいなこいつら。日の丸君がよ、そんな嫌なら海外移住するしかないでしょうよ。移住先でね、あの勝手に生活してくださいよ。俺らあの日の丸と君がよ全然嫌じゃないんで、そっちはそっちで勝手にやらせてもらうから、あんたらあんたらであの海外に移住して日の丸君がよから遠ざかって勝手にやってくれればいいですよね。今年8月6日の原爆慰霊式典で反戦反核団体が
平和記念公園で暴れて負傷者発生だって。ちょっとこれ知りませんでしょ私。広島市迷惑防止条例に基づいてこの団体に過料を課す方針、まあ罰金ですね。また来年からは今まで黙認していた集会の公演使用許可を求める方針だそうであります。世論です。パヨまた負けたんか。反戦と反核が一致するのがわからん。核大国アメリカは平和だぞ。平和の反対なんだと思います？戦争じゃなくて混乱ですね。なんていうのかな、戦争してないから平和じゃないとは言えないんだな。これ世界中で戦争をやらかしているアメリカの国内は平和ですもんね。反日できれば何でもいいんじゃね。負傷者出たんだったら迷惑行為じゃなくて傷害事件では。反戦団体なのに負傷者が平和のためなら暴力は許されると。平和平和と叫びながら殴る蹴る、平和を求めて大暴れあれって申請せずに集会してたのか。広島市の怠慢じゃないか。申請してなかったのか。アウトローだな。市からも邪魔者扱いされるように。被爆地から嫌悪される反核団体とは自分らの崇高な理念のためには邪悪な政府が作った邪悪な法などを守らなくてもいい、むしろ積極的に破るべきっていうのがパヨのあのスタンスですね。政府が悪逆非道ってことにできればですね、自分らのあの暴力革命も正当化できるしね。広島市今まで無申請の集会を黙認したそうで、ダメやん、ダメじゃん。役所内とかですね、議会でのパヨ勢力が強くてできなかったんですかね。ダメだったんですかね。黙認するしかなかったんですかね。高齢化でですね、そういう連中が引退したり、共産党議員も課税減ってですね、当たり前のような、当たり前のことが、つまり申請を求めることができるようになったのか。時間は我々の味方でーす。パヨは高齢化でどんどん減っていきます。共産が消え、社民が消え、令和が消え、立憲が消えた暁にはですね、自民党はもしかしたら一番左の極左政党って呼ばれるようになるんだろうか。なんか国民民衆の、玉木代表だけですけど、割と自民党よりまともなことを言ってますよね、最近ね。玉木代表だけですけど、維新もですね、たまに、まあ、馬場幹事長だけですけど、まともなことを言ってますもんね。だから自民党が一番左の極左政党、立憲、共産、令和、社民がいなくなったら、ってなっちゃうのかなって、ちょっと笑っちゃいますけれども。というわけで明日、署名活動をお手伝い、メール問いの皆様、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。